皆さんこんにちは、こんばんは、熊五郎兄さんです。今回クリスマスプレゼントとしてチャンネル登録してくれてる視聴者の方を対象に前回修理した PS4 こちらプレゼントさせていただきます。詳しい内容はツイッターに書いておきますのでご確認ください。オープニングは別撮りなんで本編いきなり始まります。はい、お次は問題のバキバキジャンクです。まずドライブのピックアップの部分は抜き取られてますね。ここにこうはしごみたいな機械が入ってるんですけど、それはもう取られてます。ピックアップもない状態。あとトップパネルはもうもがれてますね。なんだろう、ペンチかなんかでバンバン切ったのかな。なんかここだけ、要はシールが剥がされてない状態で無理やり剥がされてる。で、このハードディスクカバーもないと。あ、これも取っちゃえばよかったね。これもすっげえ汚いけどね。これさっきのやつに合いますからね。1200なんで、ここにカバーが付いてるんですけど、多分1200だと思います。白黒でかっこ悪いけど。あと、Wi-Fi アンテナもぐちゃーってやられてますね。本当はここについてるべきものが、ここにグリグリっとなんかねじれて、こっちに来てます。よし、まあいいや。動作チェックしよう、これも一応ね。はい、それじゃあ電源いきまーす。うん、ピッとはいい。あー、こいつやべえ、ブルーライトオブデスだ。あー、同じ症状だこれ。俺はこれと同じ症状を知っているぞ。電源を抜き差ししないともう反応しないやつですね。抜いて差してここだけ見といてください。青ついて消えると。これはね、多分電源です、このパターン。なるほどね、壊れたからなんか原因が知りたくて外したのかな。ただこんなバラし方しなくてもいいじゃん。なんだろうね、ここのディスクが取りたかったのかな。そうだね、ここってトルクスなくても開けられるもんね。トルクス取られてないから、これもトルクスで取るんだけど、ここって0番のプラスドライバーで外せるから、確か胸取ってたんじゃない。でディスクを手でガシッと出したのかな。もったいねえな。多分これ電源交換すれば普通に生き返るんですけど。そうか、ドライブの品番か。ドライブがうちのドナーと合えば直せるかな。うん、ドライブの品番が分かんない。あとそうだよね、この4ピンの電源壊れてる、動くやつ持ってないんだよね。どういう作戦にしよっか。はい、とりあえずこの CH1200 のプレステですね、バキバキジャンクの方、これの、まあ、今ドライブ外した状態ですけど、ドライブぶっ壊れ、カバーなし、この辺もちょっとなんかバキバキにやられてるんだけど、とりあえずの症状がブルーライトオブデスの症状も出てるんですよ。すごい状態なんですけど、なので一回この電源を付け直して、とりあえず動くのかどうか、この基板が。なのでちょっとこっちの、これまた別のやつなんです。さっきのやつとまた別のやつなんですけど、これも CH1200 のやつですね。これからちょっと電源を借りてこっちと付け替えてみて、でこれが動くのかどうか、ちょっとドライブはちょっと置いといて、そこをちょっと確認していこうと思います。ドライブはね、できれば前の形の CH1100 のジャンクがあるんで、それを再利用できたらいいんだけどね。まあ、とりあえずバラしましょう。なんか葉っぱみたいなのが入ってますね。まあ、サビはないですね。このコネクタ、ほんと取りづらいよね。とりあえず電源今取りました。で、こっちのこれは動くやつね。この電源を借ります。じゃあこっちに電源を付け替えます。よし、これで一回動作チェックします。これはドライブに行くやつかな。あー、フレキもちぎられとるよ。ひでえことするな。まあいいや、動作チェックします。はい、動作チェックしてきますよ。スイッチオン。はい、青ライト。はい、青ライト。あ、落ちましたね。症状は変わってるけどね。うん、3秒ぐらい、さっきはピッてやって1秒ぐらいで電源落ちてたのが、今回3秒ぐらい持つんで、基板側ですね多分。ということは基板が死んでるということですね。どうしようもない。まあ基板側か、 APU だろうね多分。いや、リフローさ、うまくいかねえんだもん。うん、セーフモードも入れませんね。
でも電源は動くやつつけたからね。電源でもない、まあでも電源付け替えて症状変わったんで電源も壊れてたのかもしれないですね。もしかしたら複合技なのかもしれないですね。ドライブがついてないとダメとかそういうことあんのかな。ドライブつけようか。よし、頑張っていきましょう。ちょっとここのコネクタが曲がってますね。斜めってる。お、地震だ。びっくりした。OK でしょう。これでちょっとチェックしましょう。はい、電源つなぎました。じゃあ電源入れます。はい、青ランプ。ダメだね、落ちちゃうね。うん、やっぱ基板がダメだな。3秒ぐらいすると電源が落ちちゃう。でハードディスクは作動してる音がしてます。まあでもこれ CPU だろうな。しょうがない、やれるとこまでやるか。なんかカラカラ言うね。はい、休憩ですね。なんかね、とりあえず2つ買っちゃったんだけど、山崎いちご大福、これはもう食べる前から美味しいですよね。チガー黒ごまとブラマンジェのパフェ、黒ごまホイップ、わらび餅、白玉、ごまだれ、どら焼き、白ホイップ、黒ごまムース、ブラマンジェ。ブラマンジェって何なの。どっち食べようかな。どっちも美味しそうなんだよな。いちご大福も美味しそうだしね。うん、まあいちごとあんこがこんなに合うっていうのはね、さすが山崎っていうね。じゃあ今日はこっちのパフェ食べましょう。ブラマンジェって何なんだろう。なんか最近こう何、和菓子とこう洋菓子の組み合わせ多いよね。白玉。うん、あ、うめ。このわらび餅とさ、このホイップが組み合わさるっていうの初めてなんだけど。あ、うめえわ。このごまのムースうめえ。うん、うん、ここにねどら焼きが入ってる。ほら、うん、うめえ。何ブラマンジェって。この牛乳プリンみたいな、これがブラマンジェだね。よくわかんない味するけど美味しいよ。結局ブラマンジェが何なのかわかんないね。ごちそうさまでした。よし、バラしていくよ。うん、なんかお米みたいのが出てきた。一応ね、細かい部分見たんだけど、物理的に壊れてるような部分はなかったですね。コンデンサーが壊れてるとかそういったところはなかったです。なのでもうこいつやる。で今回秘密兵器があるんですよ。秘密なんだけどこれです。ドーン、マイクッキン、ホットプレートですね。まあこんな感じでやっていこうかなと。で温度の調整なんだけど、どれぐらい、170度ぐらいかな、ちょっとわかんないんだよね。あとどう設置すればいいかわかんないんだよね。このままドンって置いちゃうとなんかこうメモリチップとか焼いちゃうじゃない、もろ。まあ200度ぐらい大丈夫だと思うんだけど、なんか敷いた方がいいよね。でアルミホイル敷くかクッキングシート敷くかみたいなところでちょっと今迷ってますね。クッキングシートにしようか。なんかアルミホイルだと、いやアルミホイルでいいか。いやどうしようかな、迷うんだよね。アルミホイルもあるんだよこれね。アルミホイルにしようか。部分的に熱が高くなっちゃうのを避けたいだけなんだよね。であとこういうプラスチック部品取った方がいいかなとも思うんだけど、こういうのとかね、ちょっと数が多いんでこのままいきます。まあ、実際200-230度にならないとハンダ溶けてくれないと思うんで、何度がいいんだろう。180度にします。この辺ね、170よりちょっと上、うん、ここにしよう。ちょっとね、さっきフラックス入れ忘れちゃったんでフラックス入れます。もう温度は下がってますね。大丈夫だね、蒸発しないもんね。うん、まあここまでジャブジャブになれば大丈夫でしょう。ではもう一回焼きます。さあやりますよ。ちょっと煙出ると思います。やだな。
なあ、すごい。家は窓開けて換気扇回してます。170度、まあまあちょうどいいですね。ではリフローやっていきます。もうちょいだね。やっぱりちょっとこのヒートガンだと熱量足りないですね。お、220度までいきました。もうちょい。お、250度。あ、250度ぐらいまでいきました。これでいいでしょう。どうだ。それでもやっぱハンダは剥がれないですね。あ、来た。今動いた。あ、動いたね。オッケー。ふにふにっといったよ。よし。徐々に冷ましていきます。今180度の風で冷ましてます。ここからは余熱でじっくり冷ましていく感じでいきましょう。少し隙間けどうかな。ちょっと待ちましょう。はい、冷めました。大丈夫そうだね。まあ、今回はね、この CPU が完全にこう動くところまでやりましたので、やっぱり、なんだろう、基板を温めながらやるとうまくできましたね。ホットプレート使わないんだけどね、俺は。あとはフラックスの残骸がひどいんで、ここは洗浄します。まあ、リフローはできたんじゃないかなと思います。これでちょっと症状確認しましょうか。じゃあ、組み上げていきます。はい、グリス、クーラーマスターのグリスが終わりました。なんかね、俺両方塗りたいんだよね。こっちは結構厚めに塗ってます。で、こっちはね、なんかめちゃくちゃ薄く塗ってます。ディスクイジェクト用のフレキですね。こっちからもらいます。まあ、借りた電源と借りたドライブ、まあ、この辺の基板とか、フレキも借りてますね。で、CPU はリフロー済みと。これで動作チェックやっていきますよ。はい、そしたら動作チェックやっていきます。スイッチオン。ピッ。ダメです。青いライトがね、1秒ぐらいで消えちゃう。どっかショートしてんのかな、まあ、もしくは CPU が完全に壊れてしまってるか。まあ、あとはね、バキバキにされてるんで、基板自体にダメージが入っちゃってるっていう可能性もありますよね。残念。まあ、さすがにちょっとね、これ以上はできない。一応今回の教訓としては、バキバキのジャンクには手を出すなという、そんな感じですね。そう、今回この、なのにバキバキの方の2台目、得られるものがないんですよね。ファンぐらい。ディスクドライブも、この辺の基板も他のやつから借り物だし、電源もこれ借り物だし、基板もダメでしょ。外装もバキバキに割られてるし、得られるものが本当になかったこの機体は。残念。今回 PS4、 バキバキの PS4 2台購入して一生いっぱいっていう感じですかね。ちょっと残念な感じをしましたけど、こっちの方は。まあ、ただホットプレート使うとリフロー結構やりやすいっていうのがちょっと、まあ今回これで分かったんで、そこはちょっと収穫だったかなと思います。熊五郎兄さんの DIY ではジャンク品買って修理するみたいな感じのことをやってます。また見たいなという方はチャンネル登録、あと Twitter でもちょいちょいつぶやいてますんで、そちらのフォローもお願いします。それでは熊五郎兄さんでした。バイバイ。